大胆や。初めてすぎて、興味津々や。ちゃんちゃんことかなんか落ちちゃうからさ、あなた。お姉さんと行きたいの。発行したら入るかな。はい。はーい。何を見た。よし。よし。行きます。よし。行きます。ちょっとだけ支度させてください。おいで、ちょっと。お姉さんと行きたいの。マジックテープでたの。はい。よし。よし。よし。気になるね。あ、でも、あ、入ってませんね。ごめんなさい。あ、向けておりました。あら、あら、本当にはちょっとジタバタしてみてる。ジタバタしてみてる。よいしょ、あ、大丈夫ですか？あ、大丈夫、大丈夫。あ、甘がみ。あ、いいね。へへへ。カメラさん。大丈夫。暑いな、体が暑いな、ちょっと。また脱げれました。脱げるんですか？よし、慣れるまでの辛抱だ。よいしょ。よいしょ。ちょっと待ってね。それ、これ来たらさ、お姉さんちょっとさ、はい、さ、はい、さ、よいしょ。どう？ちょっと、どんな感じなの？ちょっとどんな感じなの？はい、ごめんね。ごめんね。うるるるるるるる。おー、じゃあ、危ない。脱走。4Sですね。4Sでこれぐらいちょうどいい。ちょうど脱げてますね。もう目が入ってます。こんな感じですよね。でも 4Sなどもやっぱスレーサー多分すぐ脱げちゃいますね。ちょっとちょっと。ここがまだ細いので、その分こうスレーサーいっぱいでも締めても、ここの穴が大きいのは多分ここから脱げてしまう。足がね。4S でもいっぱい締めてるんですけれども、これでも、まだちょっと余裕があるぐらいなんです、でももうこのサイズが一番、あ、そうですね、おそらく、1歳まで成長過程とするほどで、ちょっとどこまでこの今後大きくなるかによると思うんですけれども、お父さん、お母さんが、例えば3キロぐらいでしたら、多分子供さんも3キロ弱ぐらいだとは思うんですけれども、こちゃん来て、こちゃん、こちゃん、こ
こうちゃん来て、これ着て、これ着てみよう、これ着てみよう、こうちゃん、ちょ待って、これな、こう手入れます、手入れますのよ、こうちゃん入ってみて、ちょっとガンジガンジしてますけど、ちょっと かぶっちゃダメよ、かぶっちゃダメ、あ、痛い、はいはい、ごめん、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、つけてみようよ、ちょっとつけてみよう、あ、いったんじゃん、いったできた、届けた、こうちゃんな、4S でもな、大きいから大丈夫、ちょっと大丈夫、リボンかぶってる、リボンが気になるね、あ、そう、来て来て、こうちゃん、あら、こうちゃん、なんか踊ってるみたいな、頭揺れる、壁にぶつかる、こうちゃん、そこかぶっちゃダメよ、ここリボンさんダメ、リボンがね、リボンここにつけとかな、ちょっとそこ気になるね、ちょせっかくかわいい蝶ネクタイが、こうちゃん一回お座りしてごらん、お座りしてごらん、おお後ろ向き、もう嫌だ、慣れないから嫌やんな、慣れたら大丈夫や、あ、またそこもカジ、あ、そこもカジカジしてきた、ほら、ちょっと待って、これどうしたんやね、こうちゃんさ、ちっちゃいか、お、いい感じ、慣れてきたんじゃない、そうでもないらしい、いやらしい、あれリボンだってね、あ、いいじゃない、どうぞ、いい感じ、これ気になるね、リボンが気になるね、いや、かわいいやん、こうちゃん、蝶ネクタイ見して、これ蝶ネクタイ見してごらん、ぴょーん、もうかわいい、ほら、あ、かわいい、ちょっと見、あ、ちょっと、おいっといて、ほら、こっち見て、おーっと、こっち見て、あれ、なんかだいぶこれ、あ、そこ気になるな、はい、そこ気になるね、ごめんね、サイズがさ、これ以上ないんやって、 4S が一番ちっちゃいんやって、はいごめんね、ちょっとフラフラしてる、諦めたの、疲れたんかな、疲れた、取ってあげようか、またある、またでもね、慣れなね、お前これでお散歩行かれへんな、スケートな、うまやん、そうよ、こぼちゃん、お散歩行くにはこれがいるのよ、そうやねなんか顔が苦労しゃんでした、はい、はい、ピューティッシュ、これミッキーの可愛いのね、うん、ね、それね、いいね、どう、こうちゃんどう、こうちゃんはどうでしょうね、まあ、切る、着てみる、こうちゃん、これ行ってお散歩行けるって分かったら着てくれるかもしれない、ね、また着ようね。